こんんにちは金ちはゃ BBH と申します今回はですね、えー、トレーダーの90%以上がやっていない、ほにゃららの戦い方についてですね、えー、情報発信をしていきたいと思います。まあ、今回はあ短期トレーダー、特にですね、えー、超短期のトレーダーですよね。まあ、中期とかですね、えー、長期のトレーダーの中には、 まああの今日ね、えーまあ、情報発信をする戦い方ですね、えー、されている方、まあ、そこそこね、いるんですけれども、まあ、それでもですね、かなりの、ね、少数派なんですよね。で、今回のね、えー、動画を見ていただければ、まあ、先日ですね、えー、トレード初心者が間違っている中で、ね、説明した、あのファンダメンタルですね、えー、短期売買で、えー、ファンダメンタル図を分析するというのは、あんまり意味がないというね、意味がよく分かるんではないのかなというふうに思います。当チャンネルは テクニカルル分分析析に特化しして、て銘柄分析を実施していくチャンネルです。この動画を最後まで見ていただくとテクニカル分析に基づいた値動き予測や市場心理目標株価の尺度を手に入れることができますあとですねこの動画を見て感動された方はですね概要説明欄の方にあの勉強会の、ね、セミナーの案内が、ね、ありますのでよかったらですね勉強会参加していただければと思います また最近ですね、LINE のオープンチャット、株式投資について勉強する会をね、立ち上げております。こちらもですね、概要説明欄の方にリンクが貼ってありますので、よかったらですね、参加していただければと思います。まあ、ということでね、いきなり本題に入っていくんですけれども、トレーダーのですね、90%以上がやっていない戦い方というのは何かと言いますと、何だと思いますか まあそれはですね、トレードシナリオを作り、それに基づいて、トレードプランをですねえ立案する戦い方なんですよね。まあ、トレードシナリオと聞いて何のこっちゃってね思う方がいますので、一応ねこちらで定義をしていきますと、トレードシナリオというのは、テクニカル分析に基づいてまあ相場のねえ全体像を捉えていくというねものなんですよね。まあ、上に動くストーリーとまあ下に動くねえストーリーをイメージしていくというのが重要であります。 え続いてですね、えー、ここで出てきたトレードプランについてですね、えー、定義をしていきますと、まあ、トレードシナリオで描いたストーリーに基づいて、まあ、適切な判断を、ね、するために、まあプ、トレードプランを、ね、立てるんですよね。で、設定した、ね、トリガーが来たら、まあ、トリガーを引くというのがですね、まあ、トレードプランであります。まあ、といってもですね、私の動画については、 あのーまあ、再生数が、ね、ご覧の通りで、ね、かなり少ないので、まあ、中にはです、ね、初めて私の動画を、ねえー、見たという、ね、方もいるかもしれないので、まあ、トレードシナリオとです、ねえー、トレードプランの、まあ、状況をです、ねえー、展示をしていきます。で、一応ね、チャンネル登録者数が、ね、8600人もいるのに、再生数、異常に少ないですよねで。これはなぜかというと、まあ、とある、ね、タブーに触れたからなんですよね。 まあ、多分ね、古くからね、見ている方はね、なんとなく分かると思うんですけども、初めてね、見られる方の中では、何度って、タ、え、ブーに触れたんだろうと思うかもしれないので、まあ、興味のある方はですね、えー、と、まあ、株式投資のですね、セミナーにね、参加していただければと思います。まあ、希望があればですねあ、希望、要望があれば、一応ね、そのタブーもですね、お話をしていきます。はい、ということでですね、トレードシナリオとトレードプランについてですね、展示をしていきます。 叩き台として使うのはですね、えー、室町ケミカルであります。まあ、室町ケミカルについてはですね、まあ、前般事項で話していきますと、まあ、冷やしチャートで見るとですね、まあ、フィブナッチルトレースメントが3分の1おしめ水準が1,706円で2分の1おしめ水準が1,602円で3分の2おしめ水準が1,497円というですねアウトプットを出していたんですよね。 で先週のです、ね、金曜日の終値で,で、ねまあ、1706円という、まあ、3分の1を占め水準を割っていたので、まあ、この状況から、まああのね、この抜けが本物であれば、まあ、1602円までは落ちててくるという、ね、予想をしてたんですよね。でただし、ね、1602円の価格帯別の値段を、ね、見ていくと非常にです、ね、薄,いと薄いというかがないということで、まあ、この1602円というのは多分、ね、簡単に破れてくるでしょうということで、えー、こういう値、ねえー、動き予測を、ね、立てておりました。 これがですね、この時点でのトレードシナリオであります。で次にですね、このトレードシナリオに基づいてトレードプランをですね、立てていくわけなんですけれども、トレードプランね、一応ね、こういうふうに立てたんですよね。買うポイントとしては、1197円から1520円の間で買いかなというイメージですよね。続いて、もうう個買うポイントがあるとしたら、 この、ね、トレンドラインですよね。トレンドラインを引いて、トレンドラインを抜けてですね、抜けた後の押し目で入る、ね、イメージですね。押し目この、ね、押し目で入れれば、あまあこれが、ね、2つ目の買いポイントなのかなというところですよね。で3つ目としては まあもしね、この1825円から1868円までの戻りがあった場合については、このトレンドラインとですね、戻りの力があるので、ここで売ったら、ですね、非常にまあ小さいリスクで大きく取れる可能性があるということで、ここでは、ですね、売りプランがあるのかなというね、プランを立てておりました。まあ、そこから、ですね、どうなったかと言いますと、まあ、こういうね、チャートになったわけなんですけれども、まずですね、えー、気づいたのが、あの予想したよりですね、戻りが弱かったんですよね。戻りが弱いといととうことは まあちょっとね、上に動く力が弱いのかなというねところがまず兆候として1個、ね、出てたんですよね。で、3分の1を示め水準のですね1706円を抜けた後はですねその1706円が、まあ、レジスタンスとしてですね、まあ、機能するようになってたんですよね。で、引きで見るとですねこの青い枠のところでもみ合いになってますよね。まあ、レンジを作ってますよね。で、この、ね、状態を見てですねもう一度、まあ、トレードシナリオを、ね、考え直したんですよね。で、今これ表しているのが まああのー、当時ね考えたあ2021年の3月9日の12時43分に立案したトレードシナリオであります。でこういった寝動き予測を書くとですねお前後から書いただろうという方がね中には、まあ、いるかもしれないので一応ねこの時刻に書いたという、ね、証拠を出していきますとこれね私が主催しているオープンチャットなんですけども一応ねこれ「昨日」って出てますよね「昨日」って出ていて既読が76についてて午後12時43分と。 2021年3月9日12時十3分でこれね出しているのがまあ確認できるかと思います、まあ、なんでねこういったことをするかというと、まあ、このね予想が正確だからですよね、まあ、一応ですねじゃあ今日ね、えー、どうなったか、まあ3月10日どうなったかというと、まあ、こうですよね一応ね、えー、とトレースしたところですね、えー、この部分ですよねこの青い枠を抜けて 1>, 1回目のね抜けは騙しに終わるかもしれないということでこう,なこういうね動きをしてくるだろうと予想したんですよねつまりこのトレンドラインに1回ね戻しが入ってくるだろうと予想したんですよねこの1500円止められた場合については1回ですね1600円まで戻しが入ってここを抜けなければ落ちてくるだろうという予想したんですよねどうなったかというとまあこれトレースしていくとまあここで落ちきらずにここで1500円で反応して戻りがあって1600円付近で 押し戻されててて今落ちてきいてるという状況でですすよねね一応ですね前回の動画でまあデイトレード初心者が間違っていること3選でもですねえこのトレードシナリオとかをね出してるんですけどもこれもねかなり正確なんですよねだからずっとねえ少なくとも3連続はかなり高い精度で的中しているという状況でありますこれね一応何が言いたいかというとまあこの時はですねザラ場を見てたわけなんですけどもまあ一応ね見なくてもチャートの形だけで 大体分かるんですよね、まあ、どういった値動きをしてくるのかっていうのが分かるんですよで。値動きがイメージできると、どこで仕掛けたらいいのかっていうのが、ね、分かるんですよね、えー。この状況だと、このトレンドラインを抜けなければ、売り目線っていうのが、ね、イメージできますよね。抜けたら、あこの、ね、青い枠、この、ね、青い枠が抜けるかどうかの商点になってきて、抜けてくれば、多分1950円あたりまで行くだろうという、ねえー、予想になってくるわけですよ。で反対にです、ね、例えばこれが 例えばねえ、株価の乗ってるですね。ファンダメンタルズ見て、この値動きが予測できるかって言うとできるわけないんですよね。まあ、なのでですね。ぶっちゃけね、えー、短期とか中期までのね。売買においては？ ファンダメンタルズ、ね、私は私意味がなないのかなと思ってますねファンンダメンタルズが意味があるのは長期投資ですよね。で確かに、ね、個人投資家の方が一番、ねえー、と結果を残しやすいというのは、ねえー、長期投資なんですよ。長期投資は何で、ね、結果を残しやすいかというと、ファンダメンタルズは、ね、何となく、ね、見たら分かるんですよ。この新商品って素晴らしいなとか、ね、何となくイメージができるんですけど、テクニカル分析で、ねえー、そうじゃないんですよね。で短期期とかです、ね、中期で ファンダメンタルズで,です、ね、売買を行うとあ、例えば高値掴みをしたりとかです、ね、あのしちゃうんですよね。まあ、ろうそく足のです、ね、初打者と言われる本間早急という、ね、方が言ってたんですけども、みんなが強気で、えー、自分も強気の時は売りを考えるというです、ねまあ、有名な名言があるんですけども、まあ、ニュースとかです、ねまあ、例えば決算とかファンダメンタルズの変化ってあの、みんな同時に聞くんですよね。だから優位性がないんですよね。情報が早く取得でできるわけでもないし まあなんならですねえ情報が早くね取得できる人というのはまあ違反ですよね、インサイダー取引なんで違反なんですよね。で、テクニカル分析においては、短期売買でもこれだけですねえ高い再現性が起こるわけですよ、再現性がなければこういう予想できないわけで、なので,ですね逆に言うと、短期売買でも、長短期の世界でもこれだけの再現性があるということは、中期、長期においてもももちろん再現性があるわけなんですよね。 まあ、ということでですね、えー、テクニカル分析を勉強されたいという方はですね、えー、ぜひね、えー、チャンネル登録よろしくお願いいたします。またね、えー、LINE のオープンチャットでもですね、えー、分析をしておりますので、えー、見ていただければと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。